は約1キロ先で大体同じところ同じ照準が合うようにセッティングされているのでそういう風になっています。じゃあ5メート次 GHS 使っていきましょう。彼のヘルメットの先にですねアイピースという筒がついています。ありますよね。そのアイピースを通して敵を見つけてその方向にガンを指向する。今彼はガンを操作しているのではなくて皆さんの顔一人一人を覗いています。そして皆さんの顔一人一人の顔に DSU の機械を通してですねコンピューターを通して、そのままガンを連動させています。顔のヘルメットの後ろにハーレスがついているんですけども、あれはそういう連動させるための機能となっております。何のためにこの機能が必要かと皆さん思いますよね。何のために必要かというと、この航空機ですね前席に座るのがガナー、主に武装を取り扱います。そして後ろの席に座るのはパイロット、操縦を、するのが後ろの席の人です。後ろの席の隊員が、もし途中で流れ弾等にもちろん戦闘しますので危険なところに行きますので、戦闘中にですね流れ弾に当たって操縦不能になってしまった場合ですね、その際は前に座っているガナーが自分で操縦をしながら敵を撃破することができる、まあ、自分の防護のためにですね敵を撃破することができる、そういう戦い方をするために、前の人が操縦をしつつ武装を扱うことができるというふうになっています。さあ、ですね、4対戦の H1S コブラですね、本日特別マーキングを実施しまして、こちらの方操作の方させていただきました。日々、日夜ですね、この H1S を使ってですね我々訓練に励んでおります。もし皆さんの家の周りにですね敵の戦車が現れた場合、いつでも電話をしてください。電話1本で駆けつけます。お代はもちろんいただきません。我々国家公務員でございます。はい、皆さんの税金で普段からお給料いただいておりますので、いつでも呼んでください。中井さん、いつも準備できてるもんね。はい、行きます。はい、じゃあそれではですね、ここで4対戦の我々の航空戦士の方でですね、終わらせていただきたいと思います。中井さん、映ってるよ。うん、いい顔してる。